自分はこの学校がサッカー専門学校で日本に一つしかないということ で実際に練習にも参加してみて、ここでなら自分も成長できてプロサッカー選手になれるんじゃないかと思って入学を決めました。自分はもともと海外に興味があって、あと英語も喋りたいと思って、で海外でなら自分が成長できると思ってシンガポールに行くことを決めました。日本とシンガポールの違いは、サッカーの違いは、日本は技術的に高いところなんですけど、シンガポールはフィジカルとかスピードという面ですごい日本との差を感じました。自分たちはインターン生としてシンガポールに行かせていただき、プロの選手との差を、生活しながら、そしてサッカーも一緒にプレーしながら、感じることがいろいろあり、例えば栄養面であったり、ご飯を作るときどういったものを取れば自分のパフォーマンスがいかに良くなるかっていうのをプロの選手たちは考えながらご飯を作ったり、サッカーでは自分に何が足りないのかを考えて自分たちで自主練などをし、それが試合に結びついて結果が出ていた今シーズンだったのかなと自分は思いました。自分の将来の夢はみんなから応援されるようなプロサッカー選手になって、いつか J リーグでプレーしてみたいです。